はい、こんにちは、あじみです。今回のテーマですね、えー、爽やかな人が絶滅危惧種に、えー、戦略的に身につくものではないから価値がある理由ということでお話をします。まあ、爽やかな人になりたいかというふうに聞かれれば、えー、ほとんどの人がなりたいですというふうに答えると思います。 まあ事実ですね、えー、爽やかな人っていうのは応援されますしかしその爽やかさっていうのはですね多くの場合狙って継続できるものではありません、えー、だからこそ価値があるということになります人は日々誰かに見られて生きてますよね役職が上がったりスキルがアップしたり大勢の前に出るようになったりまあ注目されるようになるほど多くの人の目に日々さらされることになります そんな時に爽やかさを身につけているっていうことは大きな武器になります。今回はその爽やかな人のですね大いなる価値と目指すべき理由を示していきます。このように進めていきます。はい、早速1つ目、爽やかな人が絶滅危惧種にという話ですね。爽やかな人とはどんな人か、まあさまざまな定義が考えられますけども今回お話しする爽やかな人の定義は実に簡単ですね。こちら、前向きで裏表のない誠実な人、これだけですね。 ま、服装ですとか見た目の爽やかさっていうのもですね、当然関係するとは思いますけども、メインではありません。簡単にさらっと前向き、裏表がない誠実というふうに言いましたけども、これですね、社会人になると意外と意識することが少なくなる要素でもあります。スキルやキャリア、成果ばかりに目が行くと、これらのことがですね、忘れ去られていく傾向にあります。景気も良くなくて追い詰められるようなことが増えているとですね、なおさらですよね。 そういうわけで、近年、どんどん少なくなっているのが、爽やかな人ではないかというふうに思うわけですね。まあ、少なくなっているというところの話ではないというのが、個人的な感想です。えー、どんより暗くて、裏と表が、コロコロ変わって、いつも不機嫌で意地汚くて、損得感情に囚われている人も、非常に多くなっているように思います。まさに、爽やかな人が絶滅危惧種になっているというふうに言えるでしょう。えー、まあ、これですね、昔の文献なんかを読んでいると、日本人はもともと古くからは、爽やかな人が非常に多かったというような印象を持ちます。江戸時代の日本 日本のですね、一般庶民を見た外国人の多くはですね日本人を見てですよ笑いが絶えない人たちだと細かいことを気にしないで非常におおらかそして幸せそうそして親切であったというようなことを語っていることが多いということが分かってます。 もちろんですね、貧乏な世の中ですよね。えー、江戸の庶民ですから、まあ、お金持ちはあまりいません。で、その後ですね、近代化、資本主義の進展によって、少しずつ爽やかな人も少なくなっていったのかもしれません。で、まあ、それでもまだですね、地域社会の人間関係を中心に、爽やかな文化があったように思います。 まあ、私などが振り返って、えー、振り返られるのはせいぜいまあ30年ほど前までなんですけども、えー、多くの先輩方の話を聞く限りでは、まあ、実感としてですね、えー、爽やかななな人はどんどんん少なくなっていいるという声があります原因は、えー、社会と個人のつながり方、えー、ですとか、えー、生き方の変化など考えられますが、まあ、ここでは詳しくは触れませんいずれにせよここで言いたいのは「えー、爽やかな人が、えー、現代の世の中では少なくなっているからこそ、えー、余計に価値が高まっている」ということです というわけで次に行きましょう、えー。爽やかな人は応援されるという話です。えー、そんなエピソードを一つお話しします。これですね、今でも忘れられない出来事があるんですね。えー、これ多分15年以上前になると思いますけども、私が大学生の頃ですね、えー、派遣会社に登録してアルバイトをしていた時期があります。ある日ですね、コンサートの警備員の仕事があったんですね。えー、ちょうど時間の都合が良かったので申し込むことにしました。えー、代々木体育館だったと思うんですけど、えー、そこで行われた V6 のコンサートでした。 ジャニーーズのアイドルグルグプですね仕事内容はファンの人たちがいますからね決められた範囲から飛び出さないように柵を持って押さえたりですとか、まあ、あのジャニーズの人たちなんでいろいろ動き回るんですけどもだから体型が変わった時にそこから出ないようにロープを張ったりするようなです、ね、役割だったというふうに記憶しています V6 当時もすごい人気でですね多分1万人以上が入っていたんじゃないかなというふうに思いますいろいろな人が関わっている大きなイベントということですね V6 という主役がいて、もちろん運営会社がいて、機材を提供する会社もあって、放映する会社なんかもいて、様々な企業が絡んでいます。そして現場統括もいれば、それぞれの社員がいて、そして最下層にですね、私たちのような派遣された単発労働者もいるという図式になっていました。一つの大きなイベントとなると、このようなですね、ピラミッド型になっていくわけなんですよね。 でこれ今思えばですよ今思えばですけども、えー、とてもいい経験だったというふうに思えるんですけども一言で言えばですねまあゴミのような扱いを受けたという記憶があります。 まあ本筋からそれるので詳しくは言いませんけども、まあ、お粗末な扱いですよね、大きな催し物ですとか、組織の一番下で働くというのは、こういうことなんだなというふうに初めて実感した経験でした、二十歳前後だったと思います。かたやですね、スポットライトを浴びて声援と視線を集めるアイドル、かたやその下で柵を持って押さえて、時にカメラマンから邪魔だというふうに怒鳴られて、ファンの人たちからは鬱陶しがられるアルバイト。 このピラミッドにおける立ち位置の違いを認識しながらですねこの仕事に申し込んだことを非常に後悔していましたまあ、こんなにわかりやすく現実をですね直視させられることはないですからね まあそんな中、えー、休憩中だったか開演直前だったか忘れましたけども、えー、まあいずれにしてもバタバタした状態だったと思います。えー、粗末に扱われながらですね、バタバタしながら、えー、まあ警備員とか関係者以外立ち入り禁止区域と言われるところでですね、えー、同じバイトの数人で待機していたんですね。そしたら突然ですね、えー、背後からお疲れ様ですという爽やかな声が聞こえてきました。で声の方を振り返りますよね。えー、そこにいたのはですね、いのだったんですね。V6 の井ノ原快彦さんでした。 多分通りすがりなんですけども警備員のアルバイトをしている私たちに元気よく声をかけてくださったんですね、まあ、こっちもびっくりしますよね井原さんが挨拶してくれるわけですからね、えー、なんとかですねお疲れ様ですというふうに元気に挨拶を返したわけなんですけども、えー、その日のです、ね、扱いのひどさにやさくれていたんですけどもその時だけは一体に高揚感が漂っていました、まあ、まさかの主役からの言葉に誰もが嬉しかったわけなんですね ちなみにその日、お疲れ様というふうに声をかけてくれた人は井ノ原さんただ一人だったんですね。誰一人として他はいませんでした。えー、まあ立場が上になればですね、えー、見られることが増えるようになります。えー、当然、えー、いつも見られているという意識を持つことなんかはできませんから、えー、人間性そのままが出るということもあるわけですね。 この井ノ原さんの例でわかるようにですね、えー、見られる立場、上の立場にいる人だからこそ、えー、爽やかさが引き立つということもあります。コンサートというイベントの主役、まあ、トップの中のトップですよね、そういった存在に声をかけられたわけですから、印象にも残りますし、感動も覚えます。えー、当時も今も、えー、私なんかですね、男性アイドルグループに関しては、えーまあ、興味関心は持ったことはありませんけども、それ以来ですね、えー、V6 の井ノ原さんだけは、ことあるごとに応援したいというふうに思うようになったのも事実なわけです。 今でも様々な分野で活躍されておられるようですし方々からですね人格を称賛するエピソードも聞こえてきますまあ私にとってはですねあの日ピラミッドの底辺で経験したあの出来事がその信憑性を証明してくれているように思いますもちろんご本人の実力もさることながらではありますけども応援されるべくして応援されている人の典型ではないかというふうに思うわけですね 次いきます。えー、爽やかな人は狙ってできるスキルではないという話です。爽やかな人になろうと思って、えー、すぐになれるわけではありません。えー、上の立場、目立つような立場の人間になってからでは、えー、さらに難しくなるというふうに言えるでしょう。先ほどの井原さんの例で考えればですね、えー、カメラもない、番組関係者もいない場所である、そしてファン層である女性でもない、しかもですね、末端係員のアルバイトの小僧に相対している、そういった中での行動でした。 当然ですね損得感情ですとか立場の上下を考えれば声ををけけけるる道理ももなななれば得をすすこともないわけなんですね仮にここで声をかければ回り回って自分の好感度アップにつながるという理屈や打算があったとしてもですね本番直前ですとかもしくは合間なんかの切羽詰まった状態であればそれを出すのは非常に難しいというふうに思います。 理屈じゃなくて人格がそのまま出るからこそそんな状況にあってもですね簡単に爽やかになれるんではないかということですねまあここまでの有名人ではなくてもですねある程度の立場にいる人であれば見られていることを意識するものだと思います身なりが整っている人笑顔を基本としている人はですね多くいますよね しかし、自分では気づかないところに、本書の人格はですね、必ず出ます。そのため、作為的な爽やかさはですね、すぐに見破られるというふうに考えた方が良いでしょう。本当に至るところに出るものです。まあ私もですね、サラリーマン経験をする中で思ったのはですね、企業の重役なんかを見ていればよくそういうふうに感じます。 表情、言葉尻、態度、どこにでも出ますよね。もう目線一つでもそうです。企業でですね、面談する際なんかはですね、お互い偉い人の方しか見ようとしません。下々のものなんかはですね、いないも同然なんですね。 業く、まあ、会議室のドアを開けてですね、えー、こちらですというふうに誘導してあげてもですね、まあ、ほとんどの場合何の反応もないですねイベントごとなんかで、えー、多くの人が集まった場所での挨拶なんかではですね、えー、マイクを持った場では、えー、準備に携わった人へのねぎらいの言葉を忘れることはありません、えー、しっかりと述べるんですね一方ですね会場入りするときなんかはです、ね、準備をしている人に対して、まあ、文句を言うことはあっても明るく挨拶をする人なんかはですねそうそういません まあ状況は違いますけども、えー、V6 の井ノ原さんのような言語ができるということは今の時代の感覚で言えばやはりすごいことなんですね。主役とか持ち上げられる立場に立っている人こそですね、えー、誰にでもできることではありません。 ま、企業選手として12年ほど大企業組織を経験しましたけども、その考えはですね、核心に変わっています。損得感情や義務感ではなくですね、状況に応じて自然に、そして瞬時に出るのが人格です。これが爽やかな人の圧倒的な魅力ですね。 まさに前向き裏表なく誠実な人格っていうのが意識していなくても出せるからこそ爽やかな人であるというふうに言えるでしょう。もし自分が上の立場に立って忙しく仕事をしている時にですね見るからに若いアルバイト風の人に明るく挨拶ができるでしょうか。もしくは自分が企業の重役になった時ですね目の前のドアを開けてくれた若者に対してありがとうの一言が出てくるでしょうか。 損得感情ですとか上下関係、社会的地位によるプライドなどを持っていればですね、なかなかできることではありません。中にはですね、本当に視界にすら入らないという人もいるかもしれません。だからこそですね、爽やかな人というのは他のスキルとは全く別物なんですね。こうすれば得だろうというのではなくて、損得感情を超えて考える必要があります。 単純に人として爽やかでありたい人格を高めたいという思考がどうしても必要です今の時代だからこそですね難しくなっている考え方なのかもしれません意識していないところで自分がかけた一言が相手に感動を与えたり勇気を与えたりそんなことができる人は爽やかな人だけなんですね意図せずして巡り巡って大きな支援につながることになるんじゃないかというふうに思います まあ、私がこのように話すエピソードなんかはですね、まあ、もちろん末端中の末端ではあります影響力も小さいですそれでもですよもしかしたらこの動画もしくはブログも書いてますけどもそういったものを見てくださった人の中に井ノ原さんの人格の高さを初めて知る人も1名2名現れる可能性もゼロではないわけですよね。 当然あの日のことを猪原さん自身が覚えているはずはありませんけども爽やかな人格が15年以上経った今でも確実に影響して当時の一人のアルバイトの冴えない男をですね動かしているわけですこれはですね本当にすごいことだと思います内容は以上になりますねはい最後に少しまとめておきます 爽やかな人っていうのは損得で考えてもですね、おそらく得をするのでしょう。しかし、得を考えて爽やかな人を目指そうとしてもなれるものではありません。義務感や損得感情とはかけ離れたところにですね、爽やかさは存在しています。単純に心底ですね、爽やかな人間でありたいと強く思うことができれば、まあ、つまり人格としての自分の成長を第一に考えることができて、初めて実践への道が開かれるのではないかというふうに思います。今考えてもですね、あのコンサートの控え室付近での井ノ原さんの元気な挨拶っていうのは は誰にでもできることではありませんしとっさに依存徳を考えたものであるとも思えませんだからこそあの時のアルバイトの若者たちはですね爽やかな空気に包まれて感動に包まれたわけですね 本人の意識していないところで、えー、爽やかな人っていうのは、ファンとか支援者を作って、いい影響を広めることができるということを実感しています。えー、爽やかな人っていうのは、えー、応援される人であって、応援される人は自然に成功に近づくものだというふうに思いますね。えー、スキルですとか損得、えー、義務感から離れて、爽やかに生きる、えー、爽やかな人間であることを強く意識してみる機会も必要ではないでしょうか。以上ですね。今回はこの辺りで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。